つかの初夢に心臓おろしの夢を見た気合い。制作現場は島の中ほどにある東シナ海沿いの小さな港、中種町の牧川港。伝わる丸く漁労や瀬渡し、そして沿岸航路などに使用され、島民の生活に密着した栗船でした。昭和30年代までは80隻以上の丸木船が活躍していましたが、進歩の波に押され、現在ではほとんどその姿を見なくなりました。そこで島民の祈りもあって、最後の丸木船を製作保存することになりました。山から切り出してきたばかりの薬種御用松に、おみき、海藻、塩を備え、斧立て式が行われ、立派な丸木舟の完成を祈願しました。制作が始まったのが年が明けたばかりの1月9日。東シナ海からの強い潮風が吹きすさぶ中、まず墨打ちから始められました。この切り出された薬種御用松の長さは 6.4メートル、直径 1.5メートル、重さ6トンというかなり大きなものです。丸木舟の原木は薬種御用と呼ばれる松の一種で、生々しい切り株からその大きさが忍ばれます。今回最後の丸木舟の原木となった薬種御用は高さ20メートル、推定樹齢200年という大木で、島の山中にひっそりと自生していたものです。薬種御用は世界でもこの種子島と屋久島の2つの島にしか自生しないという世界的に有名な貴重な松です。黒松など普通の松と比べて松特有のヤニがほとんどなく、比較的軽い上に水をよく弾く性質があるため、昔から丸木舟の原木として用いられてきました。そして今度使われるものが、その大きさから言って丸木舟の原木に適する最後の薬種御用となったのです。何十年ぶりやな。炭打ちが終わると荒切りが始まります。荒切りは切り出した薬種御用をおおよその船の形に削り取っていく作業のことです。本来は薬種御用が自生していた山の中で山形によってなされます。この荒切りに用いられる柄の長い道具は、はつり置きと呼ばれる昔ながらのものです。この重いはつり置きを自由自在に振り、一人前に使えるようになるには、少なくとも3年の修行が必要とされます。削られていくごとに、辺り一面にそのかぐわしい香りを漂わせます。右の方が船底に当たる部分です。削っては炭を打つという作業が何回も繰り返されます。炭はあくまでも目安に過ぎず、常に炭よりも 2,3 部外側を削ることが肝要とされます。
体の船の形に削り取ると、次はくり抜き作業に移ります。くり抜きはくり彫りとも言われ、大まかにくり抜く大割りと細かくくり抜く小彫りの2工程に分けられます。今行われているのは大割りのようです。あの種子島に伝わっておりますところのこの丸びくりにつきましては、今後おそらくあのこれがなくなるんじゃなかろうかということもございまして、なんとかの素材があればこれを作って歴史民俗資料館に保存いたしまして、まあ後世に伝えていくというそういうあの気持ちを持っておりましたけれども、まあ素材のことで苦労しちゃったわけですが、たまたまあの町議会の牧議員の方から原木が西の表の国有林になるということをお聞きしまして、陳情したらどうかというお話もございまして、鹿児島の営林所に陳情いたしましたところが、それがあの認可になりまして、まあ、素材を入手することができたというようなことでございます。このような伝統的な文化財をですね、後世に残すということは非常にこの意味のあることだと思うんですけれども、そこら辺りはどのようにお考えでしょうか。最近のですね、まあ世相に鑑みまして、この物質文明が先行しているんじゃないかというようなと思うわけでございます。その中にあってこの文化財行政をですね、やはり協力に進めていくというですね、そういう構えがなくてはならんのじゃないかと思うにつけですね、まあその一環といいましょうか、この丸木政策もですね、そのような考え方に立ちまして考え出し、また実行に移したということになるんじゃないかと思うのでございます。この最後の丸木船製作に携わるのは浦本信義さん、山越力夫さん、松下康夫さん、松下勲さんの4人。棟梁の浦本さんに最後の丸木船製作に携わる胸の内をお聞きしてみました。そうですね、これはやっぱり自分が最後の船でもあるし、また中谷氏もね最後の船でもあるし、だからいっぱい力を入れてね、念を入れて立派な船に仕立てみたいなっていうことだけですがね。この技術はどなたから学ばれたわけですか。まあこれは技術を学ぶということよりも、お互い自分も漁師であり大工であり、はい、そしてまたこんな船で自分たちも漁をして育ってきたし、はいはい、だからその目と勘じゃないでしょうか。この丸木船を作る上において一番苦労される点はどういう点でしょうか。そうですね、これが浮かしてみて、まあ結局はこの面舵というのはこう船のへさきに向いて右側ですよね、こちらの方が浮力が強くなくちゃならないということ。それはなぜかというと、ローを押す場合に前の方には人間は力が倒れ方は強いんだけど、後ろの方は弱いでしょ。だからこっちの方がとにかく浮力が強くなければいけないということと、この船はロ船でこうドーリングしながら走る船ですから、水が必ず、水が少しでも入ったらですね、雨が降って水が入ったら必ずここに溜まるように、表の方に前の方に溜まるように、その技術が一番肝心だと聞いておるんですがね。くり抜き作業は昔ながらの4種類の道具が用いられます。これは土佐駅とも言うし、また文豪駅とも言うわけなんですね。これでだいたい中をくり抜いていくわけなんです。その次が小祭り、2番目が小祭りといって、これもだいたい平らなところ外側を走っていくわけなんですよね。それから3番目のやつがちょうど丸みのあるところを丸状なといって、あれで取っていくわけなんです。で4番目のやつが小さい丸みのところをあれで取って、それで仕上げていくわけなんです。それで大体工程は終わるわけなんですよね。今行われているのが小彫りといわれるくり抜き作業です。昔ながらの道具を用いて、そ
と素晴らしい丸木舟ができることでしょう。くり抜き作業が終わると今度はいよいよ浦本さんによる仕上げに入ります。本来は仕上げを担当する人は荒切りやくり抜き作業を担当する山方とは異なり船大工と呼ばれます。船大工は山方が作った船の基本的な形を変えることはなく船を美しく仕上げることがその役目です。しかし船大工なら誰でもできるという簡単な仕事ではなく、山出しされた荒方を見て船主や山方の意を見抜く力量が必要とされ、また丸木舟を操る上でもベテランでなければなりません。丸木舟を作ることのできる船大工さんは年々減少して、種子島でも今では浦本さんを含め数えるほどの人数しかいません。今行われている作業は釣り糸や網を傷つけないように滑りやすくするためにコベリという新たに加工された木を打ち付けているところです。カンナで削り表面を滑りやすくします。完成もいよいよ目前に迫ってきました。1月9日に始められた最後の丸木舟製作、浦本さんら4人の苦労が実を結んで、長さ 6.4 メートル、幅78センチの立派な丸木舟が出来上がりました。